皆さんお待たせいたしました。この試合は北澤さんと共に見てまいります。はい、よろしくお願いいたします。さあ、両チームの選手がそれぞれのポジションへと向かいます。画面にはファーストレグの結果が出ています。さあ、北澤さん、マルチェラ、レオナルド、マルチェラ、ハイティンハ、ティエヌ、コクー、足技を見せていきます。さあ、どう展開する、ギシェルボー、トラップして直接フリーキックになります。強引に行きます。抜かれた。さあ、どうする。中央から持って上がります。どうだ。大きくゴールを外れていきました。バルブエン、フレンモン、マルチェナ。さあ、向こうサイドには、さあ、抜け出した、右へ展開、わずかに強すぎました。そうですね、あそこで合わせてくるとはね。コリンズ・ジョン、ティール、前半の15分を回りました。左サイドに開いて、ティール、浮き球のパスが出た、おっと、大きく開いて、これをカット、これは上へそれました。ディシェルボー、おっと、オフサイドになります。コクー、コリンズ・ジョン、ティール、さあ、これからだ。ロングシュート、これはキーパー簡単に抑えました。マルチェラ、バルブエナ、ピンチを迎えています。このボールをカット、さあ、ここに出てきたぞ、右サイドから、素晴らしい勝利です。左サイドに展開、シュート、まあ、今回は高さの競り合いというところも大きなポイントになってきますよね。
はシミュレーションとみなされました。レアスコ外に開いて、大きく外れていきました。いい位置にいました。左からの下津、足技を見せていきます。さあ速攻、さあチャンスになった。右サイドに開いて、バーのわずかに上。そうですね、うまく蹴り込めていればね、スーパーゴールになりそうでしたよね。レオナルド、コクーン、そろそろ前半の40分を回ったところです。外に開いて、見せてくれますね。いい位置でスローインになりました。敵を全く寄せつけない強さで勝利しました。落として、ここで前半戦が終わります。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。そうですね、このままの状態を維持して頑張ってほしいですよね。両チーム同点のまま折り返します。さあキックオフの笛が鳴りました。北澤さん、このスルーパスはブシェルボール、ディフェンスの裏へボールを抜ける、直接フリーキックを得ています。さてまずは最初の盛り上がりを迎えます。右サイドに開いて、右サイドからのチャンス、ボールはディフェンスラインを抜けた、意地を見せるか、素晴らしい勝利です。さあこれからだ、左サイドに開いてシュート、ボールに高さはあります。ゴール前を狙っています。右サイドからの攻撃、ディフェンスの裏へボールを抜ける、シュート、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。
高さは十分。左サイドからのチャンス。小賀哲、さあ一気に前線を切った。よく頑張った。さあどう展開する。右サイドからどうする。ロングシュート、これはオフサイドです。レアスコ、サイドにボールが出る。ここで王座に輝くか。ミドルシュート、思いっきり打ってきました。そうですね、シュート前のドリブルもね良かったんですけどね。しかしこのパスはオフサイドになりました。これを返してもう一度ウォーカー、タックルに行った。このボールをカット、あっと奪われてしまった。さあキラーパスを出せるか。手で弾いた、キーパークリア。キーパーいい飛び出しですよ。短く出した、大きくゴールを外れていきました。さあこっからだ。さあチャンスになった。落としました。まもなく後半の30分が経過します。スペースを使う、ここでカット、一度下げます。積極的に奪いに行きます。小賀哲、レアスコ、入るか。先制点のチャンス。パンチング、もう一回スローインになります。ここで選手交代の動きを見せています。ここで選手の交代があるようです。左からチャンスを作った、左へ展開、うわっとこれは PK か。今日は大健闘だったと思いますよ。最後は PK 戦での決着となったわけですが、いかがですか。いいタイミングで出ましたよ。少し曲げてきた、味方を探している。デュシェルボーは通った、右サイドからどうする。狙った、あ大きくそれました。リーメン、足技を見せていきます。カウンターで来る、コリンズ・ジョン、ここで選手の交代があるようです。両チームここでメンバーチェンジとなります。
今後半の40分が経ちました。うまいですよね。旗が上がってオフサイドです。ハイティンハ、コクン、ティエム。このスルーパスはオフサイドです。デュシェルボーア、このパスは強すぎた。左サイドからの攻撃、笛が鳴りました。後半が終わって延長戦になります。後半戦の総括をいただきたいと思います。いかがですか。あとはこの先ですね。監督の帯など一つのポイントになってくると思いますよね。さあ笛が鳴ってゴールデンゴール方式の延長戦が始まりました。先にゴールネットを揺らすのはどちらのチームでしょうか。体力が落ちないうちに追いつきたいところですよね。イルン、ハイティンハ、イルン、動きが鈍くなってきた。スローインに変わります。取られた。左サイドから浮き球のパスが出た。ボールはディフェンスラインを抜けた。ここでボールをカットした。ゴール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 。この時間帯でのゴール。延長前半残りわずか。配信ロック、待望の同点ゴールを見せました。いいところで決めてきますよね。こっからですよね。これで先に流れをものにした方が勢い乗れるんじゃないですかね。やや疲れが見えます。左サイド、うまくトラップ。おっと、一気に来ましたね。シュート、決まった。さらに得点を重ねていく。ゴールしたのはフォワード。スタジアム中が大歓声で揺れています。ここはうまく決めてきました。攻撃の形は良かったんじゃないですか。あとは最後に押し込むところの正確性ですよね。
ニエスタ、イルン、浮き球のパスが出た。さあどう展開する、頭でくる、ポストの右です。やはりある程度動いていればね、必ずチャンスが生まれるということですよね。コリンズ・ジョン、これを返してもう一度ティール。ここで延長前半の終了です。延長前半が同点のまま終了しました。はい、それだけ自由にできているということなんで、ちょっとしたことでね、また相手を引き離せるんだというデータでもありますよね。延長前半が同点のまま終了しました。延長戦前半が始まりました。同点に追いついた直後でしたから、点が動いた直後の時間帯はね、やっぱり怖いですよね。ティール、抜かれた。同点のチャンスだ。同点のチャンス。シュート。入った入った。ドッグ。ダメ押しゴールを決めました。延長戦終了間際。ボールは見事左側へ。いやー、いいクロスボールが入りました。本当ね、絶好調ですよね。キーパー弾いたところを素早く反応しましたね。ゴールを決めてビハインドを3点にしました。動きが鈍くなってきた。体を入れた。ここは通りません。うまいカット、通った。右サイドに展開。キーパーいい判断でしたね。ディフェンスの裏へボールが抜ける。ちょっとこれは大きすぎた。左の外から、こういうところは日頃の練習の成果が見れる場面でもありますよ。待って、ドゥシェルボーア、イニエスタ、ここで試合終了。優勝です。ついに頂点に立ちました。このまま終われば優勝。はい、ただね、今日の試合もそうなんですが、結局チャンスをものにできないといけませんからね。そうですね。ですからその数字通りまだ安心できないということですよね。
Thank you.